久保さん。いや、リターンズ、あれですね。聞き応えがあるんじゃないですか。<laughs> ね、<laughs> いやー。まあ特にちょっと今回ないですね。<laughs> まあ、ないけど、絞り出していきましょうか。<laughs> うん、まあ、年収ね。あのー、まあ低い人と高い人。まあ、久保さんが言った通りなので、 まあもう一つ、まあ一つというか、あれですかね。まあ人のせいにするというか、せいにするというか、あの、昨日僕出した動画で、まあ稼げる人と稼げない人の違いみたいな感じで、まあ動画アップしたんですけど、やっぱね、やらない理由を言うんですよね。やれ、やれない理由を言うんですよ。うん。なんでできてないんですかっていうと、やれない理由を言う。 で、まあ、その、結構僕の教育、マインドセットがある人は、いや、自分が悪いですって言うんですけど、で、また詰めると、あの、なんや、え、なんでやってないですかみたいな。誰のためにやるんですかみたいな。自分のためです。で自分のためになんでやんないんすかみたいな、この堂々巡りなんですけど、まあ、その、今日何やったかしかないので、うん、 だ例えばでしょわかりやすく言うと、今日、会社に出社しました。そして帰ってきました。ビールを開けて、テレビをつけて、で、寝ました。っていう今日と、じゃあ今日を、じゃあ,まあ会社を行って、帰ってきて、じゃあテレビもつけない。ビールも開けない。よし、ブログ書こうとかね。よし、動画撮ろう。っていう今日があるじゃないですか。 じゃあこの前者と後者でその後どう変わるでしょうかもうこう考え、考えればわかりますよねうんだからまあ稼げない人っていうのは今日や、今日を変えてないんですよね何も要は今日同じことをやってるんですよ今日変化してないってことですうん単純にだ変化するっていうことが大事ですね今日今日を変化させるっていう まあ少なくても、久保さんと僕はあの動画の本数増,増えてるし、まあ、リメンバーまでなりました。リターンズか。リターンズになりましたし、まあ、これもどん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 またね、999話に向けて更新されるしで、終わったらまたね、違うシリーズ始まるし、でそれが終わったらまた、まあ、15シリーズまで用意してるので、まあ、15シリーズだったら1万5000本くらいですかね、まで、まあ、一応名前を考えてるんです。 うんだからまあ、何のためにやるのかって話ですね。うん、だからやらないっていうことは、結局、まあこここ、言葉きついかもしれないですけど、やらないっていうことは変えたくないってことですよね。うん、シンプルに言うと。 いや、やりたいんです。だけどって言うんですよね。まあ、でもこれをまた言うと、本当、堂々巡りなんですよ。いや、やりたい気持ちはあるんです、吉谷さんと。久保さん、やろうとは思ってるんです。うん。だけど、今日はこれがあってとかね。で、僕はね、そういう、またそれに対して、なんて言うかっていうと、じゃあ3、3分は取れなかったんですかと。わ、うん、かりましたと。じゃあ、そういう会社でそういうことがあったと。うん。 事件があったと。まあ仕事が忙しかったと。じゃあ家に帰ってきて3分はなかったのかと。って問うと、いや3分はありました。じゃあなんで3分やんないんですかっていう。じゃあ分かった、1分でいいですよと。1分なかったんですか。いや1分ありましたって言うんですよね。<laughs> だから1分も変えようとしてないってことですよね。30秒でも変えようとしてないっていう <laughs>。だから結局、その、 でお時間がないとか、お金がないとか、まるまるがないからできないとか、みんな言うんですけど、僕からすると関係ないと思うんですよね。じゃあ成功した人たちは、成功した人たちは全員お金があったのか、成功してた人たちは全員時間があったのか、成功した人たちは、ぜ何成功した人たちは1日50時間ぐらいあるんですかうん。 じゃあ、生まれた瞬間からアラブの石油王だったんですか孫正義さんとかは、あれですよ。なんかパンチがねえみたいなね。あの、貧乏ですよ。松下幸之助さんも貧乏。まあ、結構貧乏率高いですけどね。成功した人。成功した人結構貧乏率高いと思いますけどね。他 <laughs> 金ないじゃないですか。うん。 だからなんか、なんでこれ、まあ僕は、ぎ僕はすいません、すげえいつも疑問に思うのは、なんでやらないのかなっていう。うん、変えたいのにね、まあもちろん不安とかね、不安だったりとか、やって本当に結果が出るのかなとか、怖いとかね、あのー、いろいろあると思うんですけど、まあそれはありますよ。うん、あるんだけども、 それを言ってたらずっと自転車乗れないじゃないですか。こけたら大丈夫かなとか。車の運転もできなくないですか。だって車に運転するっていう、車を運転するっていうことは、事故する確率が出るわけじゃないですか。だから堀江さんなんかは絶対事故の確率あるから絶対乗らねえみたいなね。運転もうしない。10年ぐらい運転してないって言ってましたけど。うん。まあでも堀江さんお金あるんで、それができるんですよ。ね <laughs>。まあそれは、まあそうですよね。 うん、あの地方でね、久保さんみたいなところにのところに住んでて、さすがに車運転しなかったらきついですよね <laughs>。タクシーも走ってないし、まあそのね、あの運転手をつけるってっても金かかるんで、うん、あまあ、何するにしても、やっぱりリスクはあるので、リスク取りたくないんだったら稼ぐしかないですよね。 うん、まあ車のその事例で言うならば事故するな自分で運転して交通事故まあ人引いちゃったらもう犯罪じゃないですか、うん、運転手が過失を取られるわけですよね、うん、だから堀江さんは別に運転しないのでその過失には取られないですよね多分うんだからなんだろうなリスク取りたくないんだったらうん まあ保険とかもそうじゃないですか。自動車保険とかもリスクをカバーするために自動車保険入るんじゃないですか。生命保険とかもそうですよね。でもそれはお金かかるじゃないですか。そのリスクをリカバリーするために保険入ってるだろうし。でもその保険代がなかったらダメだし、リカバリーできないし。だから世の中やっぱ金がある程度は必要なので、うーんだ別にそのね、今、 あのお金がなくても幸せに生きていると、別に楽しく生きているっていう人だったら別に全然いいと思うんですけど、なんか、僕が言ってるのはね、あの、堀江さんとかも言うんですよ。なんか別に、お金なくてもよくねみたいな。お金がある人がお金なくても、まあでも、なんかね、なんだっけな、お好み焼きずっと食ってたみたいなね。全然いいじゃん、みたいな。お好み焼きで、みたいな。お金なくても全然、なんか、できるやん、みたいなね。 まあお金がある人が、もうお金がない時期があって、でもそれはそれで楽しんでたし、だからそのなんだろうな、自分がこうなりたいと思ってるけれども、やらないっていう人に僕が言ってるんですよ。あかります <laughs> こうしたいと。久保さんみたいに隠、ね、居生活したいとかね、吉谷さんみたいに自由な生活を送りたいとか、月収100万稼ぎたいとか、まあ、年収2000万、1000万稼ぎたいって思ってるけど、やらない人に僕が言ってる。 だけなんでわかります。で、それはだっておかしい話じゃないですか。自分はこうなりたいけどね。やらないっていうのは。これなんやねんと。で、そのやらない理由を詰めると、なんかそのやらない理由をなんか言い出すんですよね。じゃあ1分なかったのか30秒なかったのかみたいな話で。何かしらできるはずなんですよ。何かしらね。逆にその1日1分も、 変化することができないんだったら、変化しようとしないんだったら、どうやって大きい人生変化させるのって話でうん、ちょっとでもいいじゃないですか。本当に。ちょっとでもいいんで前に進む。0.1ミリでも前に進めば、0.1ミリ前に進んでるわけじゃないですか。でもその0.1ミリも前に進まなければ、止まったままっすよ。本当に止まったまま。何も変わらない。でも0.1ミリ進めれば、 1>, 1ミリは前に進んでるっていう結果はあるわけじゃないですか実績はでそれの積み上げでしかないのでうんとだまあ即やっぱ行動して即やるっていうのがもう最重要最重要ですね変えたいんだったらまあなんか久保さんの動画が終わった後 あの光くんのなんか宮迫さんと光くんの動画が見て出てきて今ちょっとなんかお化け屋敷みたいなやつなんか見てるんですけど光 <laughs> くんもゲームズチャンネル動画アップした時やり方わかんないけどとりあえずねビデオカメラ買ってきてやり方わかんないけどビデオカメラ買ってきてテレビ画面映すみたいなね顔出し一切してないですよテレビ画面を映すっていうね そうしかもそれ大量にアップしててまあ1日10本以上アップしてたのかな、まあ、とりあえず即やるっていううんかそれが一番大事だと思うんですよねなんか特に僕はネットビジネスを教えてるんでネットビジネスに関しては即やったとしてもリスクがないのでリスクっていうのはな何のリスクかっていうと金銭的なリスクですね 普通のビジネスだったら、店舗ビジネスとかだったら、初期費用がかかるわけですよ。ね。店舗を借りるとか、あとはそのお店に何かを物を置くとか、従業員雇うとか、バイト雇うとか,とか、お金がかかるわけじゃないですか。だかそれは、もし売上が上がらなかったら赤字っていうリスクはありますよね。でもどうでしょうか。YouTube とか、Twitter、Facebook、Instagram とか、も、ま、う、あ、全部0円でできて、今からやろうと思えばできるわけじゃないですか。 だからその1分でね、じゃあ今日時間なかったんで、吉谷さん、ツイッターであのこういうやつつぶやきましたと。それでいいじゃないですか。それもできないのっていう <laughs>。そう。じゃあ、でもね、いやそんなことやって意味があるんですかと。意味,あの意味があるんですかみたいな話もあって、いや、やらないことに意味があるんですかみたいな逆に <laughs>。え、じゃあそもそもやらないことに意味があるんですかと。自分はこうしたいと思ってるのに、そやらなかったことに意味があるんですかと。 やらなかったら可能性をが生まれる確率はあるんですかと。たとえそれが分かんないですけどあの、30秒でツイートしたものが、もしかしたらバズる可能性もあるかもしれないじゃないですか。誰か一人にリーチする可能性もありますよね。どうですか。でもやらなかったら可能性ゼロです。うん。だからなんかね、 あれなんじゃないですか可能性が100%。だから、まあ、億万長者合宿を開催したときに100、100%稼げるなら、億万長者になれるんだったら、給料がもらえるんだったら、働きます、みたいな話なんですよ。みんな。いや、だったら、それはビジネスやめた方がいいですよ。だからもう、それは申し訳ないですけど、普通の給料をもらう生活してればいいじゃないですか。給料が約束されている会社に就職すればよくないですか今も探せばあるかもしれないですよ。 定年退職までを給料をもらえる会社探せばね。探せば。それ探せばいいじゃないですか。給料が保証されている。公務員とかまあまあ保証されてるんじゃないですか。どうすか。公務員になればいいじゃないですか。で、それ公務員になれないのは自分のせいですよね。申しますね。公務員になれないのは誰のせいですか誰のせいですか自分のせいですよね。自分が勉強していない。<laughs> それだけじゃないですか。うーん。 まあ、あと、運がない。そう、運がないのも誰のせいですか自分のせいですよね。自分が運がないだけなんで。<laughs> だから、なんかその、確約を求めて求めるんだったら、そっちの世界や,やればいいと思うんですよね。うん。多分、公務員で年収1000万とか2000万もらってたら、あんまネットビジネスやろうと思わないんじゃないですかね。どうですかね、久保さん。結構、だいぶ安定してますよね、公務員だったら。うん。 多分ネットビジネスやらないと思いますよ。うん、年収2000万あって結構まあ将来も約束されてて仕事もまあまあ楽で多分ネットビジネスあんまやんないじゃないですかね。多分ネットビジネス始めようとする人は、まあ、少なくても今の給料に不満がある今の仕事に不満があるっていう人じゃないですか。だから今を変えたいと思ってるけど今は変えないっていうこれもおかしい話なんですけど。うん まあ、ビジネスっていうのは答えはないですからね答えを求めるんだったらハローワーク行って答えが出てる最低手取りいくらでもらえますっていうとそこで働くしかないのでどれぐらいやったら稼げますかとかね、まあ、はっきり言って知らねえよっていう話なんですよ でこれは堀江さんも言ってますけど、堀江さんが何なんだよな。堀江さんのその質問で、最近 YouTube やってるんだけど、どうやったらアクセス上がりますかみたいな。で、堀江さんが、知らねえよ、みたいなねや。やれること全部やれよ、みたいなね。<laughs> 俺だって7年、8年やって、それで100万人やと。その中で試行錯誤していろいろやってきたけど、いや、ここまで来るのに7年、8年、だいぶかかってるよ、みたいな。<laughs> 言ってて。 だからやれること全部やれよって僕もねなんかその何やったらいいですかという質問もあるんですけどいややれるんだったら全部やった方がいいんじゃないっていうツイッターもフェイスブックもインスタも全部やれるんだったら全部やった方がいいですよね可能性広がるんでやれるんだったらただあれもこれもだときついから一点集中一点集中した方がパワーかけられるよね じゃあ、一点集中でパワーかけるとするならば、僕は YouTube をお勧めしますっていう話です。ただ、あの、やれることがまだあるんだったらいっぱいやればいいんですよ。だから僕もインスタやってますし、インスタも5年ぐらいやってるかな。もうインスタ。4年、5年やってますよ、インスタも。うん。そう、あとブログもね、去年から始めてずっと毎日更新してますよ。うん。だからまあ、答えを求めるんだったら、 答えが出てる。生活をすればいいんじゃないですかね？うん、はいまあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。